せーの、プロー。どうも、スイハンスと、まさき、たつき。はい、パクニー。夏恒例企画、すゑひろ虫捕り探検隊、よっ。そうですね。まあ、虫を捕るだけです。はい。シンプルにね。シンプルに。去年もね、そう、夏にやらせてもらったんだよね。6月中旬から出てくるっていう話だから、あ、そうなんだ。ちょうど今6月中旬だから、まあこんな田舎だからいると思うんですけど、出始める頃、松の木だね。どう？虫はいない。いない。食べられてもない。いない。ゼロでした。こんな感じで撮ってないから、ね、本当にサブちゃんみたいな感じで待ちだから、ね、ホームビデオで、ね、そう、ホームビデオそうだね。で、取れなかったんですよね、虫を。なんか今度ちゃんとリベンジマッチしようってことで、今回はちゃんとチーム分けをして、花をそれぞれ買って、グループ分けして、虫を取っていこうと思います。ということでね、去年と同じ場所に来ました。で、時期もね、前回6月と、そう、ちょっと早すぎたんで。6月早、中旬ぐらいか、うん、前は。あと8月に、来たんでできました。ということで、まあ、チーム分けはもうね、俺、たつきチーム、まさあき、パクニーチーム。で、今日1日、罠を仕掛けて、明日の朝に、その罠、見てみて、ちょっと虫取れてるかどうかっていうのを確認していこうと思います。はい。はい。普通にもう、夏の少年企画。そうだね。面白でも何でもないです。やりたいだけ。ただやりたいだけ。やりたいだけ。ということで、じゃあ、行きますか。はい。レッツ、ミミゼミ、ミミミミ。松の木だね。はい、ということでね、チームが僕とパクリなんですが、はい、どうする俺たち。俺らは、うん、ちょっと森に行きたいね。こっち意外とそうでもなかったから。うん。今、あ、後ろ行ってたんだけど、そんなに森じゃなかったので、去年と同じぐらいの場所で、もう一回リベンジしよう。森入って、うん、で仕掛けるかなって感じだね。何仕掛ける？持ってきたのはもう、虫捕りの定番ですね。バナナ。バナナと。バナナと焼酎です、ね。あ、いいですね。バナナと焼酎。これをもうぐちゃぐちゃに混ぜて、うん、ストッキングに入れて、うん、あとも気にするです。いや、もうシンプルズベスト。これでいく。これでいこう。じゃあまずは仕掛け作っていこうか。2つあるから。うん。2つどっか別々で仕掛けて。いくか。よし。じゃあ2箇所仕掛けていきます。はい。ということで、チームどうする？チームお手元。チームお手元です。チームお手元です。はい。ということで、はい、罠ちょっと僕が。買ってきたんですけど。そうなんですよ。先週に。俺何も知らない。いい案が思いついた。どんな案ですか？夏といえば。スイカ。ああ、違う。海。ああ、お、海といえば。海といえば、水着。水着といえば。えば、おっぱい。あ、おっぱいといえば。おっぱいといえば、おっぱいとエロい。ああ、エロい人といえば。エロい人といえば、エロい人といえば、ケントさん。違う。水着着てるエロい人というジャンルは？グラビア。いや、行き過ぎ。お前なんかいつも探してる人は？チャンネル。どんな？ギャル。おー、正解。ギャルのチャンネル。夏といえばギャルの話。あ、なるほど。確かに。ギャルといえばパリピ。はいはいはい、はい。パリピということで、今回のメインの仕掛け。男みんな今ギャル好きだ、今の時期。いや、そうだね。もちろん。虫も一緒。虫もギャル好き。虫もギャル好き。なるほど。虫ギャルがいるってこと。そう。その虫のパリピを今回ターゲットにして取る。なるほど。ということで、はい。1個目。パリピが好きなもの。まさか、炭酸水か。思うでしょ。違うんですよ。テキーラ。テキーラ？テキーラ、これ？テキーラ。テキーラ？テキーラ。え、ちょっと匂い嗅いでいい？本当に？パリピといえば？炭酸水じゃなくて。パリピといえば、テキーラ。パリピといえばテキーラなんですよ。だから、虫のパリピもテキーラが好き。なるほどね。あとは、パリピはね、うるさいものが好きなんですよ。EDM とかね。そう。あと、キラキラしたもの。はい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 。騒がしいもの。それらをまとめたのが、こちら。くす玉。クラブですね。クラブですね。パリピ好きだから。くす玉大好き。くす玉大好き。これがあれば寄ってくる。これがあれば寄ってくる。これがあれば。キラキラしてる。おい、いいじゃん、いいじゃん。おい。いいね。夜。そういう虫を集める、今回は。あ、なるほどね。じゃあ、今回集まる虫は割と、ウェイヨー系。そう、ウェイヨー系。あ、そうだ。で、ウェイヨー系はまだ好きなものがあるんですよ。そう。光るもの。ペンライト。お、なるほど。ペンライト。これは普通に。これは普通に。集まりそうだ。集まりそうでしょ。これで、おびき寄せるんですよ。あ、もう一個、はい。まあ、栄養水ウォーター。パリピは水分補給しないと生きていけないんで。これ水分補給だね。水分補給。昆虫の。テキエラ飲んだ後は水飲まなきゃ。あ、確かに。ゲロ入っちゃうから。ゲロ入っちゃうから、これ。で、これで集めたやつらをどうするかと。はい、こちら。
ネズミ男のアパート。え、熱くねこれ。何これ。ネズミ捕りですから。あ、ネズミ捕りなんだ。そう。これで、ここにやってきた奴らをゲット。もう、動けないようにする。そう。これで、パリピの虫たちをかき集めて、はい。ゲットしようと。なるほど。じゃあ、僕が持ってるこれは何ですか。あ、これは、なけなしのバナナ。なけなしのバナナつまみ。あ、つまみテキーラのつまみ。あー、なるほど。ということで、パリピを、もてきやしやしましょう。しゃべるんだ。俺らが、クラブだ。いえ。松の木だね。まずはそこに木が、いい木があるんで。はいはいはい。これね、激アツスポット。今日のクラブここだね。騒がしいわ、ここ。ここ、うん、あ、いいわ。これミラーボールじゃない。クラブだね。あ、おお、いいわ。うわー、上がってんな。これは沸かしてるわ。で、ここにおびき寄せるためにまずはテキーラを、はい、匂わせ。まずは匂いで。そう、まずは匂い。やばい。おおおおそういうのじゃないって、今日。マジで、ヤンキーが一番怖い。あ、スキーがもう下に置いちゃった。キャップにもちょっとショットで、ワンショット入れといた。で、これ何やな。これが一番熱い。そう。あ、乾く。あ、いいっすね。これを、あー、いる。パリピいる、パリピいる。やばい。結構イリウム、ちょっとまずいかな。あー、まずいかな。あー。あ、見て。嘘。あ、これ朝帰りだ、これ。朝帰りだ。いるんだ。ほら、いるわ。ノコギリヤンキーさん、ノコギリヤンキーさん。ノコギリヤンキーさん、いる。どけんいるわ。やっぱここクラブ会場だからね、暑いんだね。暑いわ。で、このオタクグッズは夜になったから開きたいと思います。あ、あと水分補給加えて巻いといて、これをテキーラの横に一緒に。あ、最後にオープンセレモニー。お、これオープンした回転なんで。はい。クラブオープン。あ、おめでとうございます。おめでとうだ。おい、松の木だね。これ松の木だね。まあ。はい。ということで、一日明けました。じゃあ一日経って、おのおのの、トラップ、作戦が来ているのか来ていないのか、見ていきましょう。これ松の木だね。ハマっとる。セミがうるさすぎて何言ってかわからんわ、もう。ほんとや、伸びきったやつ。ありすぎる。わい、あとちょっとだったね。はい、はい、ちゃんとぶら下げてもダメだったな。次はもうあれだよ、工事現場用の反抗器、パペットと反抗器とシーツでいこう。ガチで夜中にもう回転する。じゃあ僕らのチーム見てきまーす、はい。さあまずはクラブの入り口の、わーお、下バナナから。下バナナからいきますか。下バナナはいないかな。これはトラップ引っかかってないですね。テキーラが、テキーラが、いや、テキーラ、セットテキーラ、なんかなけなしのハエが入ってるわ。エオセウォーターもまるで何もついてないね。お、でバナナ行こうか。あー、これちょっと閲覧注意、ね、これちょっと閲覧注意だね。これリップ席じゃないとこでずっとタムロしてるお金ないやつらですね。これ金ないやつら。ちょっと引かれ棒もヒットしないね、これね。ごめん、ネズミ男の家リップ席どうなってるか見てみましょう。お、いや入り口にはね、もうあれ女の子待ちしてるガです。これ女の子待ちしてるガです。
マジかこれ。いやー、引っかかってないね。クラブ、閉業。倒産しました。ダメだったか。悔しいね。悔しいね。赤字になったね、このクラブ。心の準備をしないと。ということで、トラップの方を確認していきたいと思います。はい。うん。見に行きます。どうぞ。いいなー。トラップいないかな。え、あれ？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 あれなんだ？あれ？なんか、でかくない？引っかかってる。でもあっちなんだね。待って。あれさ、見たことない？あ、なんかおった。マサアキじゃねえ、あれ。マサアキが、釣れちゃったよー。あーまさき、あれ、これ何の木？これ、イラカバル木だね。これマジで行った方がよかった。